はい、満タンに入りました。 28.55 リッター入りました。はい、それではですね、今回といいましても初めてのですね、そこそこ走っての本当の燃費を計算したいと思います。 479.4 キロ走行しています。それではですね、計算していきたいと思います。メーター表示では 17.7 キロとなっております。それでは計算していきます。 479.4 キロ走ってますので、入った量を、割ります。 28.55 リッターで割りますと、今回の設定の燃費は 16.7 ということになりました。そしてですね、あと何リッター入っていたかと言いますと、52引く今回給油した 28.55 を引きますと、残りのガソリンの量は 23.45 になります。残りのガソリンで走れる距離は今回の燃費 16.7 をかけますと、残りのガソリンの量で走行できる距離は391キロとなります。はい、今ですね、走行距離がですね 145.7 キロ走りまして、平均燃費がですね、17.6 キロとなっております。ガソリンはですね満タンにしてスタートしました。航続可能距離はですね、784キロとなっております。引き続きですね高速走行をしていきたいと思います。はい、こちらがですね、新型ステップワゴンスパーダプレミアムラインの EHEV ハグリッドです。こちらでですね今高速道路を走っています。非常にですねハイブリッド車でですね、走りもよくですね、燃費もですね17キロぐらいを維持して走行しています。はい、今ですね渋滞に捕まりました。場所はですね、京都南インターを先頭にですね15キロほど渋滞とのことです。この渋滞を抜けるので約30分ほどかかるそうです。しばらくこの状態で走行したいと思います。今ですね、この渋滞の時に非常に便利な機能が新型ステッパーゴンには搭載されています。今こちらの、メーターパネルが見えますか。トラフィックジャムアシストという機能ですね。ハンドルのですね、こちらのボタンを押すことで、トラフィックジャムアシストという機能がオンにできます。メーターにはですね、右側の、車線とハンドルですね、今オフにしましたが、つけましたらですねこのように、緑のランプが点灯いたします。さらにですね、今走行中ですので一回ちょっとキャンセルしますが、今27キロ26キロで渋滞を走行しています。この状態でですねこちらがセットボタンを下にします。下にしますと画面にですね、画面といいますかメーターパネル内にメーターと車のマークがですねスタンバイの状態で白色セット完了いたしますとメーターのように緑になります。もう一度セットの仕方をしたいと思います。まずですねクルーズコントロールをセットするにはですね、こちらのボタンをあらかじめセット、これはどういう状態かと言いますと、いつでも、オンオフできるようにスタンバイ状態という状態になります。この状態でですね今渋滞中ですので、この速度で、セットしたい場合はですね、これを下にしてあげます。もうこれでセット完了です。そうしますと、渋滞時の場合は最低速度が30キロからの設定となっておりますので、速度はですね、こちらのボタンで1キロ単位もしくは、長押しで10キロ単位で上げたり下げたりすることができるのですが、最低速度が30キロとなっています。このように渋滞の時はですねトラフィックジャムアシスト、画面見てもらったら分かると思うんですが、緑のランプが点灯して、両サイドのですね、白線をですね認識しています。これが、ね、かなりね精度がいいんで、こういった渋滞の時はですねハンドルに手を添えてるだけで、走行できます。そしてこのようにですね、前の車がですね進みますと、その速度に合わせてですね、車間距離、今一番長い、車間距離4段階ありますが、4段階の一番長い4段階目で設定をしております。車間距離の設定もですね、こちらのこういったこの A ですね、これを押すことにですね今3段階目ですね、もう1回押しますと2段階目、もう1回押しますと1段階目の設定が可能となっています。一応安全のためにですね、慣れないうちは私は今4段階で、このように渋滞を走行しております。非常に燃費もいいですね。燃費を見てみますと、18.5 と平均燃費がね出ています。すごいでしょうこれ今、3つの3車線を走行しますが、前の車も、このように映っていますし、横の車もですねこのように映ります。これね真ん中に行けばですね両サイドの車がですね映るようになります。はい、今高速道路で走行してますが、渋滞に捕まっています。このようにですねトラフィックジャムアシストクルーズコントロールを設定してきますと、非常にですね快適にですね渋滞もですねアクセルをオンオフすることなく、ハンドルも
ハンドルに手をこのようにですね、添えとるだけでですね、走行ができます。非常に楽ですね。ぜひですね、このような高速道路ですね、渋滞などでですね、試してみてください。これぐらいのちょっと薄い車線ですが、完全にですね、認識してくれてます。今自動ブレーキです。これ自動ブレーキですね。私は何も踏んでません。自動ブレーキで、操作、してくれてます。今止まりましたね。止まるでしょうか。止まりますね。怖くない感じで止まってくれます。車間距離は今4段階の一番長い、車間距離ですね、しています。このようにですね、発進もですね、アクセルを、ちょこんと踏みますと、走行してくれます。もしくはレバーのこちらの上側のボタンを押すことでリスタートすることができます。もし、急にですね、停止をしたいときはですね、それはもう通常通りにですね、ブレーキを踏んでください。すぐに解除されます。もしくは、こちらのキャンセルボタンというのがありますので、こちらを押すかブレーキを踏むことでですね、クルーズコントロールを、オフすることができます。普通にですね、運転してもらって結構ですので、オンオフしながら自分に合ったですね、快適な、運転が可能となっています。特にこのように長距離運転ですね、渋滞にはまった時などはですね、非常にですね、疲れ度が変わってきますので便利かと思います。それではこのまましばらく走っていきます。燃費も今 18.5 ですね。普通渋滞ですと、ガソリン車ですと燃費が下がっていきますが、ハイブリッドのこれは最大のメリットでしょうね。燃費がですね、高速道路走っている時よりも伸びていますね。先ほど 17.7 でしたからね、着いた時にちょっとトイレ休憩した時に、今 18.5 まで伸びてます。それではこのまままた走っていきます。このように5キロ先の京都東インター付近は、渋滞は解除されているようですね。はい、先ほどの渋滞を抜けてですね、やっと高速道路が、元に戻りました。これでしばらくですね、高速を走っていきたいと思います。クルーズコントロール非常に快適ですね。はい、今現在の、走行距離ですね、281キロ走行してですね、平均燃費がですね、こちらに映ってますが 18.3 キロとなってます。新型ステップワゴンスパーダプレミアムライン EHEV のハイブリッドですね、こちらの燃費はですね、今現在 18.3 となっております。かなり燃費ですね。EHEV ハイブリッドの場合、停止中はですね、このようにですね、エンジンがかかってない状態でもですね、問題なく、このようにエアコンが、ついたままの状態でいるので、非常に快適に夏場とか過ごせますね。停車中はですね、ほとんど、エンジンが止まっていることが多いので、非常に車内は、静かですね。エンジンをかけっぱなしにしていてもあまり燃費が落ちないのはいいですよね。あと便利な機能が、こちらのカメラボタンですね。こちらのカメラボタンを押しますと、このようにですね、マルチビューカメラに切り替わりですね、車の周囲をですね、確認することができます。まず右側が車の上から見たですね、ビューになります。そして左側が、前方のですね、カメラが捉えた映像になっています。こちらを切り替えることによって、このように前方を大きくすることができたりとか、これはまた先ほどの戻る画面ですね、切り替えたり、こちら前方ですね、切り替えたりすることができます。あとですね、こちらを押しますとまた、前の画面にですね、戻すことが可能となります。はい、あとナビの便利機能としまして、こちらのホンダケアをします。インターネットにつながっていますから、こちらの天気予報を押しますとですね、今現在の天気が、こちらで確認することができます。今日の天気、今日の天気を確認することができます。時間ごとのですね、天気をですね、インターネットから、取得してこのように表示してくれる機能となっております。そして今現在台風が近づいておりますね。台風情報もですね、このように確認することができます。そして警報と、注意報ですね、警報と注意報もですね、このように確認することができます。戻るときはですね、こちらの現在地を押すことで、戻ることが可能となります。今ブレーキホールドが、ついたままですね、これでエンジンを切ってみます。最後にブレーキホールドの検証をしていきます。ブレーキホールドはエンジンを切ったら保持したままなのか、そのままリセットされるのか、
再びエンジンをかけてみたいと思います。一旦外に出て再びエンジンをかけてみます。カードを確認しました。 ETC カードを確認しました。はい、このように、エンジンを切ってですね、再びエンジンをかけた際は、ブレーキホールドですね、再びメモリー機能がちゃんとついてますね。これはですね、エンジンをかけて私が今した動作といいますと、エンジンをかけて、ブレーキホールドを押して再びエンジンを切って、切った後にシートベルトを外しました。そして一回外に出て帰ってきてエンジンをかけてシートベルトしたら、このようにブレーキホールドランプが点灯していました。このようにですね、メモリー機能は装備されているそうです。新型ステッパーゴンのオプションのこちらはですね、 11.4 インチのナビとなっております。こちらのナビですね、非常に使いやすいのが特徴です。はい、ということで今回は新型ステッパーゴンは、高速道路など、アダプティブクルーズコントロールなどを使ったら超快適に運転できるということをですね、紹介してきました。ハイブリッド車なので燃費もかなり良く、駐停車を繰り返しても燃費を、稼ぐことができ、非常に快適な車となっています。それではまた次の動画でお会いしましょう。